東西、東西。一人一人は市松だけど、三人集まりゃ市松。やってきましたあなたのもとへ、しばしお相手市松。みかんです。ポンカンです。アンポンカンです。三人合わせて市松です。もうすぐ端午の節句やから、こいのぼりとか見かけるやんか。ああ、見かける。めっちゃ見かける。ほんであれ見たらお腹すく。さんちゃん、あれを食べてはダメ。あれは口先ばかりで腹綿がない。そうなん？そんな江戸っ子みたいな、そう、あんなに大きいのに。実はうち、前から気になってたことがあってん。なに？味？そんなん、ちゃうちゃう。鯉のぼりって、大きい孫いはお父さんやんか。そう、大きい孫いはお父さん。小さいひごいは、子供たちやろ？そう、小さいひごいは子供たち。みか姉さん、まさか、お母さんの行方について、なんか知ってんの？そんなもん知ってるかいな。そうじゃなくて、あのお父さんの上にいるやつのことやねん。え、お父さんの上？そう、お父さんの上。あれは誰？あ、あれ、五色の吹き流しのこと。あの、家族の誰とも似ていない。こいつは随分と離れたルックスの持ち主。それでいて、家族の最上位に君臨してる。あれ、いやー、やめてー。それはきっと、こいのぼり家族の秘密の部分。いやー、パンダラの箱が、ご先祖ではないけど、縁起物だし、守護してるといえば、守護しているかも。じゃあ、あれは、守護霊やね。名残惜しいわ、でもしょうがない。時間が来ました、市松。縁があるならまた会いましょう。またのお相手市松。バイバイ。